5、4、3、2、1、0。忘れないでそのぬくもり、他の誰でもないあなた、この世界で一人だけのあなたに出会えた奇跡が、こんな僕を勇気づける力があなたにはあるの。本当に撮影が終わってから、今日の日まで、本当大沢さんをはじめラブファイターの方たち、もう本当こんな素敵な場所を作っていただき、本当にありがとうございます。もうそしてファンキーモンキーベイビーさんの曲をあっちで聴いてたんですけど、なんか聴いててもう本当このラブファイトの顔合わせの時を思い出して、それから撮影の時を思い出して、もう全部ラブファイトに関わった時間を思い出して泣きそうになってました。西村明役をやらせていただきました北野希です。皆さんお忙しい中お集まりいただきどうもありがとうございます。なんですけど、自分はもともとボクシングとかがすごい好きで、すごく楽しくて、で周りに好きな人がたくさんいたので、ボクシングとか見てもらったりとかした時もすごく楽しいっていただけたんで自信があります。そうですね、迫力のあるボクシングシーンはぜひまばたきせずに見てもらいたいです。本当にこの映画は大勢の、スタッフ、そしてここにいる3人の役者さんはじめ、いろんな人 の気持ちと愛と、つぎ込んで出来上がりました。本当にみんなで作ったっていう感じがすごくして、この場借りて本当にこの映画に携わってくれた全部の人にお礼を改めて言いたいと思います。今回主題歌という形で、この映画ラブファイトを携わらせていただいたんですけども、こんな素晴らしい映画の援護射撃できて非常に光栄に思っております。主題歌ともかくこの映画ぜひ皆さん見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は本当にどうもありがとうございました。本当にこのラブファイトという映画を通して、さっきも言ってたんですけど、やっぱ人と人とのつながりっていうのは本当に素晴らしいなと思って、この映画を通してファンキーモンキーベイビーズという素晴らしいバンドとなんかこう出会えたことを、それで北野キーちゃんや林健人君、そして何よりなんか今日なんかね、ここで、こんなにたくさんの皆さんになんか同じ時間を共有できて、なんか思い出作りできたことが本当に嬉しく思います。それで、もし、興味があれば映画の方ラブファイト見ていただきたいと思うし、ファンキーモンキーベイビーズの方も、今後ともバンバン頑張っていくと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。